大田院とは、鳥取県倉吉市にある、総統州の仏教人員。本尊は、釈迦尼仏、有栖川の宮御祈願所。江戸時代初期にこの地で没した、里見忠義と八人の家臣の墓がある。法規民ことわざきによれば、戦国時代の天正の頃、現在の大田院の敷地には、南城市家臣、山梨、豊の館が存在したという。 倉吉市の発掘調査では、市豊かの時代とずれるものの、室町時代ごろと思われる、富裕層の屋敷跡が発見されており、山梨の守護所跡との指摘もある。大田院は、慶長十年、年、米子藩重心で、宇つ吹城主の中村栄忠により、父、中村和恵の母大寺として、現在地に創建された。中村和恵は、豊臣政権三中郎で、寸府城主であった。 中村和氏の弟で、駿河時代には、沼津城を預かっていた。慶長5年、一子の子、中村はじめ中が与那子に移されると、和江は、八橋城主となった。父の後を継いだ、栄忠氏は拠点を倉吉に移し、このため本寺も当地に創建されることになった。三号と陰号は、和江の法名、一万八寺殿、大竹山根石大古寺にちなんでいる。 会期には数えを据え、数えの実刑である、高山、佐藤史順を解散とした。しかし、中村氏は1609年に改役された。慶長19年、安防国立山藩主、里見忠義は、大久保忠近失脚に連座し、倉吉藩に違法された。実質的には、流罪とも言われ、中義は、うつぶき城に入ることはなく、 大竹陰門前の三坂村に居住した。大岳陰には、里見忠義が寄進した、三歳両下国家文版が、時報として現存する。忠義はその後、堀村に移り、現那八年に没した。戒名は、雲晴れ伝電新創建領大古寺忠義は、遺言により大岳陰に葬られた。忠義の葬儀の後、八人の謹慎が巡視した。 大田ケインの過去帳には8人の巡視者の戒名が記されているが、主君の戒名にも含まれる心と剣の字が共通して入っており、特に剣の字に着目して八剣字と呼ばれている。このことから極定バーキンの特本、南宋里見八剣連の八剣士のモデルではないかという解釈がある。大田ケインには中義と八剣字の墓があるほか、中義の字である、 正木キトキモや、カノ堀ホリと守トの墓所もある。大田慶院の団中からは、第119代、広角天皇の聖母、大江岩尾台が出た。倉吉で生まれた岩代は、父と共に慶に上り、官員の宮助妃と新郎の女房となった女性である。大田圭院には、大江岩尾台の母、林の霊病がある。なお、倉吉市内には、大江岩尾台君を祀った、大江神社がある。 大田県は、有栖ス川の宮の祈願書となり、有栖ス川の宮織人親神皇、小人志神皇の位牌が祀られている。ありがとうございます。